アメリカの首都ワシントンでは風物詩の桜が早くも見頃を迎えています。今年は暖冬の影響により観測史上2番目の早さで開花のピークを迎えました。気候変動は桜の木そのものにも影響を与えています。水面の上昇によって一帯はたびたび浸水していて、アメリカ国立公園局は護岸工事のためおよそ160本の桜を近く伐採する計画だと明らかにしました。毎日満潮になると桜の木の根元にまで水が押し寄せ、多くの桜が枯れてしまっています。だから工事が必要なのです。伐採される桜の中には枯れかけながらも花を咲かせ続け、切り株を意味するスタンピーの愛称で親しまれた木も含まれていて、多くの人が最後の満開の姿を写真に収めていました。今後スタンピーのクローンを作るなどと言われていますが、同じものにはならないと思いますので、今日は最後に一緒に写真を撮ろうと思ってここに来ました。